大相撲春場所11日目、18日へ、イオンアリーナ大阪。無観客の春場所に38年ぶりの一人大関として、リング貴景勝、23、イコール千賀の裏イコールが、西前頭4枚目、阿炎、25、イコール、錣山イコールに押し出しで敗れて6敗目を喫した。これで9日目から3連敗。黒星が先行し、2横綱との取り組みを控える残り4日間、勝ち越しに向けては厳しい戦いを強いられることとなった。立ち合いは、もろ手で冷静に圧力をかける。突きで応戦する相手を土俵際まで下げたが、あそこで決めきれなかった。体勢を入れ替えられた藁を背負うと、左のいなしも、不発で体を当てられ押し出された。自分の中では力を発揮したけど、なかなか伝わっていない。得意の突き押しの威力が影を潜め、11場所ぶりの3連敗となった。これで5勝6敗。白鵬、宮城野、白龍、陸奥の両横綱との取り組みを残す中、勝ち越しに向け厳しい状況に立たされた。横綱2人を残して、6敗している。相当難しいものになったと貴景勝。15日間解禁して負け越せば、昨年夏の大関昇進以降では、初となる。心配される左膝の状態については、ただ自分の実力不足ですときっぱり。毎日一生懸命やってる。それを明日も、しっかりできたら、結果は、後からついてくる。